皆さん、ついにこの日がやってきました。楽しみにすな。楽しみにしてました。あれ何ヶ月前ですか？2ヶ月ぐらい前ですか？もっと前でしょ。3ヶ月ぐらい前ある動画出したじゃないですか。うわぁ、おぉぉ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 ぉ。じゃあ終わりましょうか。いや、ほんま、アホなので、まあ、ええ感じで終わったと思ったら、はい、思ったらですよ、視聴者のコメント何しとんねんと。逃げたなと。逃げてないんですよ。15秒殴られや、はい、やらんかったと。やるよ今日。おお、それはね、皆さんついにこれありますよ。でその前にですね、何ですか？今日はあのスパーリング、はい、組手、はい、やりたいなと思ってまして。何のスパーリングするんですか？空手でしょ。 MMA か。とりあえず登場してもらいましょう。じゃあお願いします。お願いします。お、それでは右側です。よろしくお願いします。言っていいですか？うん、一回りでからって。一回走り込み行った方がいい。マジですか？もう入ってきた前の写真ここ乗っけてみて。いや、めちゃめちゃ痩せたんですけどね。いや、痩せたんですか？痩せました。今体重何キロ？今107っす。107、はい、福地は80。で、古川さんは？僕75。すごい差です。いや、俺やらんかった。なんで俺やんですか？今日 MMA のルールでちゃうて。やめとけよ。で、その後15秒殴られや、やっぱ空手出身なんで空手でジエンドやん。やりましょう。ジエンド。やりましょう。死ぬよ。だってもう最近、はい、もう負けよるような感じじゃないやん。もう勝ちゲームばっかりやってるから。いや、全然おもろない。ほんまにでもどう思います？倒せると思います？15秒どうなんすか？自信あるありやん。自信あるありやん。今顔出ちゃいましたね。素手やん。すげえ。まあ、本当はこっちが専門ですから、やっぱ21年やってたんで。そうっすよね。まだ MMA になってまだ1年半ですから。いやー楽しい。MMA の、じゃあなんで MMA やん。やめろよ。無理やってそれは。どうすんの？だから空手やんけ。空手の方のスパーリングは上田選手のチャンネルでやってもらって、こっちのチャンネルでは MMA。やってもらうということで、皆さんそれが見たかったですね。うん、そういうね。はい、あの撮影始まっていきなり企画変えてます。そういう流れか。本番は空手前半後半やったんですけど。MMA やらせます。もうあれやろ、はい、さっき組手やらされた、もう返しやろ。当たり前に MMA やらせてます。MMA って普段は5分1ラウンドですか？長いって。3分ですか？5分ですよね。5分ですよね。じゃあ、もうちょっと間と。5分3ラウンド。いや、正規はそうですね。いや、そうですね。じゃあ5分1ラウンド。いきません。3分か2分にしよう。5分はちょっと見てる人も長ってなるから。ほな、3分。3分 MMA ルール。いやだ。突然決まりました。バカでしょ。オープンフィンガーグローブあるし、あるの貸してあげるわ。これこれちっちゃいやつ。これが正規の手入らんやろ。これ貸してあげるからさ。めっちゃ嫌なんだけど。どうします？ね、あの寝たところに膝あり。なしやと。四つからの膝あり。ありですよね。四点さ。これもあり。次の撮影覚えとけ。やりましょう。3分で。で、上田選手の方では空手、ね、現役の世界ジャンプと、まあね、極真の世界ジャンプ、どうなるのか、これもめちゃくちゃ気になるから、みんな上田選手の方見てください。MMA も気になる。いや、ならんよ。せめて気になる。いや、ごめん、こっちはもう、ならんよ。おい！フルボックされて終わるだけや。じゃあ、早速、お願いします。おっす。めちゃめちゃ似合ってください。もうめちゃめちゃやってください。本当にもうどういう気分。いやでもね、 MMA ってあれなんですよ。あの顔面あるでしょ、うん、だから優しくなるはず。いやそんな忖度せえへん。炎上商法で今もう成り上がろうとしたんだ。してないから。上田選手全然してない。もうちゃんと走った。いやいやいや、炎上しようとしてるから。本気でいこうかな。ノッコゲン。そうっすよね。俺でかいやつ嫌いやわ。俺今思った。ノッコンさんってガチでスパーリングしてほしいわ。知るから。ボッコボコ言ってほしい。ちょっと会ったことないんですけど、あの人も結構小さい人ばっかり衝撃してる。そう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 。ちょっと自分もなんかいつ聞くんだろうと。言うとこ。これ僕ら今度ドッキリで出演しましょう。あ、そうです。ノッコンさん呼んで実はいたんだ。やばいやん。こっから出てきたらやばいよ。すいません。扉開けんなよって言うで。一個言うけど、これ忖度だらけのしょうもない MMA の試合やったら、まだこれコメント来るから、これ結構ガチで言ってほしい。上田選手ちょっとお願いしてきて。それそうです、上田選手。これね、最近の YouTube のねスパーリングの動画とか結構あるじゃないですか。結構忖度丸出しでしょうもないスパーリング多いじゃないですか。この前すごかったですよね、見ましたけど。それは見んでいいんですよ。いやいや、もうだからちょっとちゃんとやった方がいいと思うんですよ。ちゃんと
ちゃんと。ツイッターに載せようと思って。俺写真撮ってリアルツイートしてあの嫌いってい、いけちゃう？いけるよ、天性の天才やれてんやん空手界の至宝、天才なんで半笑いやねんいや言われてる気持ちどうなんかな思ってやめてくれ、空手界の天才とか言うとどう思う？まあね、あの悪い気はしないですよただだってその分努力してるからそうやね。あ、俺この間上田選手の試合見たわ、ゆっくりハイキックやったわ、あれ開始すぐな、ゆっくりハイ、あれもう MMA 違うよ、そうそう、逆にだよ空手やんかMMA になったらいいねって感じやんかな、立ち技で終わったら終わりやん、あ、確かに、うん、何をそこでやろ、うん、お前の土俵は立ち技やろ相手の土俵も立ち技そうかこれこれしかない、自分がドッキリしてもだって薄いっていうかフルコンの、あの薄くないね、硬いフルコンのでもこれ UFC って書いてるからMMA 用です、知らんわ俺 UFC フィンガーグローブ、え、これ UFC で使ってるやつなんですか、多分そうだと思いますね、硬いよ、えぐない、これで殴られんのえぐいさ、ちょっと軽く受けとけここ、いや軽く受けとけって、それやる人はあなた、俺無理や、そのパンはあなた、いや俺無理よ、ちょっとでもフルコンチェックだけ軽く、え、肩パンでちょっと受けてみます、あ、これあかんわこれは、これここ行くやろ、ちょ、顎やってる、顎チェック、顎、顎無理やエラチェック、エラチェック、顎なくなって今のやつエラなくなった方がいい、エラなくなったらあかんやろ、上田選手、あのね、去年の一番パンチ力強かったランキング僕1位、上田選手、いや、本当に見ました、まあ、言ったのに、こいつ上田選手入れへんかったでしょ、いや、4位、4位やったんすよ、だって、あ、食らってないっすもん、一発しか、4位だったんすか、そうっす、ちょっとそれ、想像で4位いやいや、もう想像でも4位なんす、言ったで、4位なめてんな、もうね、もうこっちは上田派としては4位、お前ふざけるよじゃあ、今日は1位になるかも分かる、そうだね、はい、あー、よしよし、マジでさあ、これ、スタートのボタン押したいなってあるよ、じゃあ行きましょうか、え、待ってリアル嫌がっていいやん、もう猫背やもん、頑張れ、いや、でかいな、いや、シューマーやバンドルシューマーだっちゃん、これ見て、この浸透感お前、もうアンドラゴンみたいなこと言うなお前、もうアンドラゴンお前、もうアンドラゴン体重で大きさの話やもん、基本的なちっさ、だってちょっと前立ってこれ隠れんでほらだって消えたほんまに小さめの電柱よりでかいさあ行きましょう、行きましょう、いや面白い、行きますね、ラウンド3ラウンドでよかった、ラウンド1ファイト、よし、よく避けたね、いや、ちゃ、あの、避けてないし、あの、当てないでくれたんですよ、行こう、だってマウスピースしてるから、
今にぶつかって跳ね返ってきたぞ。これで重たいのよ。福地頑張れ、残り45秒。よし、体の力見せろ。エフリー、エフリー、また。バンクも弱い。見てない。やべえやべえやべえ。立て。早くあと30秒あります。30秒。ファイト。頑張れ。一発ぐらい入れろ。もうそう。何チンチンやん。あのさ、うん、上に乗られただけで重たいのよ。うわやばっ。これはおもろいぞ。15秒。